はい、コナンです。妖怪ウォッチプニプニやっていきたいと思います。現在の状況なんですけども、お宝集め必殺の秘伝書集まりました。スキルの秘伝書結構苦労しましたけども、なんとか集まりました。そして冬にゃんのお宝残り2色こちら集まりません。なので今日はですね、タイミングを見て横取りを仕掛けようかなと思っています。これは多分ね、落ちない仕様なんだよね。今ですね、優勝回数の方は152回まで来ました。今かなり追い上げてます。フレンドも結構すごいよね。サスケさんとかね、167回。全体ランキングはちょっとやばいです。桁が違います。これはね、どう頑張ってもね難しい。まだまだね、ちょっと上位ランキングね目指して頑張っていきますよ。さあ、そして強敵の天空なき董卓の方は封印が残り1つ、3がねまだ残っています。他は全て封印しました。まだ倒せていません。この辺りの攻略もねやっていきます。さあ、優勝報酬は横取りチケットドロップしてほしいと。挑戦者、今回ですね、挑戦者むちゃむちゃ現れる。ほぼほぼ毎回来ますね。そして挑戦者もね、いろんな挑戦者がありますよ。さあ、僕はですね、こんなパーティーでやっています。やはりいろいろ試したんですけども、不思議族が僕の場合は一番ね倒しやすいので、こんなパーティーでやっています。僕はね、横取り、まだですね特殊能力持ちキャラゲットしていません。なので特攻なしでやっています。特攻なしだとかなり厳しいなので、どうなんだろうね、挑戦者スルーしちゃうってのもねありかなと思います。とりあえずはね、1回は倒さないと封印できないんだけど、そっからね、倒してドロップして技レベル上げて限界突破狙っていきたいんですけども、特攻なしだとねちょっとね厳しい。倒せるんだけど結構ギリギリなので、これはねちょっとね迷うところ。さあ、ドロップしてほしい。お宝でもいいよ。おっと、お宝来ましたね。マント来ました。しかしこれは持っている。残り2色はね多分落ちない仕様なんじゃないかなっていうね気がする。さあ、持っている。色の偏り激しすぎる。さあ、挑戦者連続できます。最近この仕様。さあ、ウサピョン、これ欲しいんだけどね、この武道会で出てくるウサピョンは仲間にすることができません。さあ、お宝残り2色、落ちません。さあ、種族縛りのない時はこんなパーティーでごく土の子を入れて、なるべくねワイポイント稼ぐ形でやっています。16ポイント。さあ、プレイ条件がね出てきました。不思議ニョロロンということで、時々ですね、全ての種族縛りが出てくる。どれが出やすいとかはね今のところよく分かりません。ニョロロンでいきます。なので僕の場合は何パターンかねパーティー組んでおいて、種族制限が出てきた時だけ切り替えながらやっていくような感じにしています。でパーティー的にはですね、技ゲージが溜まった状態でスタートで、デカプリの技ゲージを多く溜めるようなキャラを入れて、そこをトリガーにしてですね、必殺技溜めていくみたいな感じでねやってます。なかなかお宝集まりません。でチャンスタイムが来た時に、横取りね仕掛けようかなと思ってます。勇ましい豪傑来ましたね。さあ、勇ましはこんなパーティーでやっています。どんなパーティーがいいかっていろいろあるんですけども、このね技ゲージが溜まった状態でスタートキャラ、もしくはつながりやすいキャラとかね、このデカプに作るキャラがね結構比較的技ゲージ溜まりやすいんでいいんじゃないでしょうか。いきましたね。
勇まし杖。さあそして11ポイント、 Y ポイント少ないよね。おっときましたね、横取りチャンスタイム。これは仕掛けましょうか。チャンスタイムに仕掛ければまあだいたい勝てるっしょ。で種族チャンスもね使っていきます。まずはポカポカパーティーでいきます。さあポカポカ緑色からいきます。で種族相性ポカポカなので薄ら影不気味狙いでいきます。アムロトールトリプルフェイスいきましょうか。さあこっちもね強キャラ集めましたよ。さあこれでまずはチャンス、そして強さアップ、あとは種族相性で勝てばなんとかいけるんじゃないの。センター勝ち6500。さあこれでいきましたね。さあ緑色、さあ残り1色、ちょっとね横取りチケットないので負けられません。ギリギリの戦いです。今優勝勝率155回ですね。今回ねチャンスタイムがね発生しにくいような気がします。だから結構時間かけながらやっていくような感じにはなるんだけど、まあまあここはね Y ポイント稼ぎながらトーナメント勝ち進みながら、そして挑戦者でもね仲間にしながら気楽にねやっていきましょうか。お、これは待っていた水色かと思いきや青色でした。残念、これは厳しい。そして16ポイント、青色多いよね。さあなんとか来てほしい。地味にごく土のこの5ポイントが嬉しいよね。おとこれは違いますね、赤色です。桃色来ました。おっと横取りチャンスタイム、いくぜ。赤色ドロップ。さあラスト1色仕留めます。さあパーティーはですねあらかじめ準備しておきました。ニョロロンパーティーでいきます。オロチパーティー、さあ最強オロチパーティーでニョロロンなのでプリチーポカポカ狙いでいきます。さあプリチーポカポカあまりいませんね。みんな王族センターがね多いです。防衛に入っている。おこれはプリチー新しいジバニャンじゃないか。いきます。さあまずはチャンスタイム、そして種族相性勝ち、センター勝ち、よっしゃいきましたね。危うい。さあこれでラスト一色の水色ゲットです。さあこれで特殊能力持ちキャラのフーニャン来ました。これはちょっとワンチャンあるんじゃないの。特殊能力これで勝てるのか。来ましたね。さあ次は G 賞いきます。さあそして3つ目のパワーの封印の道、これちょっとね入手難易度高いんだけど、さあそしてスキル2解放の章、まあエンマ持ってないんだけどね。さあいただきましょうか。さああとは横取り10回はちょっとね厳しいね厳しい。さあ魔天空なき董卓いきます。封印は3がまだできていません。さあまずは特攻なしと比較していきましょうか。特攻なしの場合はダメージが1499ですね。まあこれがどれぐらいダウンするかだよね。ワンチャンあるのか。 HP がやばいよね、この185万って桁が一桁違うぜ。そば好きかよ。さあそれでは先ほどゲットしたフユニャン入れて、こちら魔天空なき董卓からのダメージダウンがあります。
ワンチャンあります。強力な玉を多く作り出すということで、玉作り、もちろん G まで打てます。そしてスキルはダブルスキルでつながりやすくなる。スキルレベル1でも 2.4 倍はかなり強力です。さあどうなのどうなの。さあフユニャン、ダメージダウンの効果あります。1124ですね。微妙っすね。むちゃむちゃ下がるっていうわけじゃないけども、結構大きいよね。ただ相手の HP が高すぎるので削り切れるかっていうと、これは三国志キャラでやっていますけれども、最強パーティーでやってるんだけど、そしてフイナつながりやすくなる。さあ行きましょうか。フイナかっこいいよね。おっとマジか、これは厳しい。これはガチャ引けってことか。ポイントは2つ、特攻パワーの封印ということで、好天使支援魔使えってことか。